教訓主義とは文学その他の芸術の中で教育的で有益な特質を強調する芸術観のこと。詩であれば教訓詩、擬曲であれば教訓劇。教訓主義芸術は本質的にエンターテインメントや芸術家の個人的な目標の追求を許さない。批評とアドバイスを列挙したアレキサンダー・ポープの批評論はその一例と言える。ディダクティックという語は 有益で事実に基づく教育的情報を詰め込みすぎたテキスト、時には読者の楽しみを損なうものを指すこともある。対義語はノンディダクティックである。もし作者がメッセージの伝達以上に芸術的な特質や技巧を大事だと考えたら、たとえその作品が教育的に有益なものでもノンディダクティックとみなされる。最良の詩のほとんどすべて教訓的だとする意見もあった。 それに対して、エドガー・アラン・ポーは、死の原理の中で、教訓主義を異端の最たるものと呼んでいる。教訓劇は道徳、またはテーマの使用を通して観客に教える。音楽における、教訓主義には、グイード・ダレッツォが、ソルフェージュの音名を教えるために使った、聖ヨハね参加がある。ありがとうございます。